仕事も順調じゃないし、お金もないしね。ですぐに風邪をひいてしまうくらい体も弱いし、何でもかんでもマイナスに捉えてしまって、人生に生きづらさを感じていらっしゃる人っておられませんでしょうかね。はい、皆さんこんにちは。かんちゃん住職です。世の中には何をやっても人生うまくいっているように見える人と、そうでない人がいるのはこれどうしてなんだろうなぁなんてね、そんなことをふわっと考えられたことってございませんでしょうかね。いつもニコニコしていてね、こう幸せそうな人もいれば、逆にいつも暗い顔をしてね、何か悩み事を抱えていそうな、そんな辛い顔をなさっていらっしゃる方もおられます。仮に人生うまくいっていると感じている人っていうのは、そこからまだまだバリバリ頑張れるんでしょうけれども、仕事も順調じゃないし、お金もないしね、ですぐに風邪をひいてしまうくらい体も弱いし、周りを見渡せばね、なぜか幸運に恵まれている人もいる。どうせ私の人生なんか所詮そんなもんだわーなんつってね、何でもかんでもマイナスに捉えてしまって、人生に生きづらさを感じていらっしゃる人っておられませんでしょうかね。人によってね、これ人生いろいろなんですけれども、何をやってもダメな人生なんて人はこれどこにもいらっしゃいません。これはね、私は断言させていただきたいと思います。なぜ断言できるのかと申しますとね、かくいう私も人生を肯定してきた張本人だからなんですね。世の中には自分は何をやってもダメな人間なんだっつってはね、半分自暴自棄になっているような人、そういう固定観念を自分で握りしめてね、自分で自分の首を絞めているような人、そういう人でもね、少しずつ意識を変えていったことで、本人も驚くくらいにね、人生を肯定していかれたなんて人は私は何人も見てまいりました。誰かが特別なわけじゃございません。自分自身も同じなんです。まずは自分の中に抱いているそんな無意識の思い、あるいは行動パターンですよね。固定観念や思い込み、そうした物事を捉える時の癖のようなものをね、ネガティブからポジティブへと転換しようとする気持ちが大前提、これ絶対条件となります。頭の中の思考回路を見直されてね、マインドセットを整えようとするその意識が幸運に恵まれやすい自分になれますしね、それが結果的に神様に愛される人にもなれます。このようにね、なぜか幸運に恵まれる人は神様に愛されている人と言えます。そして神様がお好きな人、あるいは逆にね、嫌われるような人にはもうある特徴があるんです。もちろん完璧な人はね、どこにもおられませんからね、つい神様にね、これ嫌われてしまうような言動をすることもあるでしょう。その上で神様がどんなことを好まれておられて、どんなことを嫌われるのかということをね、頭にしっかりと入れておかれるだけで、日々の言動も少しずつ変化していくはずでございます。少しずつでもね、神様に好かれる生き方を目指されてね、幸せな日々を過ごしてまいりたいですよね。そこで今回は神様に愛される、これは男性ももちろんそうなんですけれども、特に今回は女性にフィーチャーして、お顔の特徴、神様に嫌われる3つの感情などについてね、お話しさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも神様に愛されるとどうなるんでしょうかね。まず神様に愛されている人っていうのは、出会う人、付き合う人はみんな揃ってね、思いやりがあり、優しい人が多い傾向にあるでしょう。つまりいい人に恵まれるんです。そういう人たちと持ちつ持たれつ支え合いながらね、もし困ったことが起きた時にはお互い様、自分が抱える悩みに寄り添い、明るい道へと後押ししてもらえることでしょう。そうしたね、周りにおられる人を通して神様からのご加護という恩恵を授けられることでね、運気が良くなり、そして何事もね、良い方向に進んでいくようになるもんでございます。また大きな決断をする際にもね、正しい決断へと導いていただけるようになると思いますよ。心にも余裕が持てるようになりますので、仕事でも良い結果を残せることが多くなって、周りの人にも認められる存在に成長することができるかと思います。さあ、あなたの周りに年齢を重ねてね、ますます魅力的になっていかれる女性っておられますでしょうかね。そういう人は神様に愛されていて、魂レベルの高い人なんだろうと思いますよ。実は見た目のその美しさっていうのは、内面の魂レベルの高さに比例いたします。そして類は友を呼びます。今あなたが付き合っていらっしゃる人ってどういう人でしょうかね。今あなたの周りにいる人、今後あなたが出会う人っていうのは、共に魂を磨き合っていける仲間なのか否か、一緒にいることでね、波動が下がり魂レベルも下げてしまう可能性のある人なのか否か、年齢を重ねるごとにね、魂レベルの高い人を見分けられるその感覚を養うこともね、私たちにとって大切になってまいります。そんな能力私にはありませんけどなんて思われる方でもこれ大丈夫でございます。
実は外見の見た目から魂レベルの高さをある程度見分けることができるんですよ。ということで、美しい魂を持つ女性に現れる顔や見た目の特徴についてね、一つずつご紹介してまいりたいと思います。あなたの魂を美しく輝かせるための方法でもありますので、ぜひ参考になさってね、最後まで楽しんでくださいね。では行ってみましょう。神様に愛されている女性の顔の特徴11選、1つ目は広い額。私たちのこの額っていうのは、その人の知性や直感力を象徴している場所でございます。広くて艶やかな額っていうのは良い運気を引き寄せてくれます。特に額のちょうどこの真ん中あたりにね、この第3の目、サードアイと呼ばれる第6チャクラがございます。神様に愛されていらっしゃる人っていうのは、このサードアイの奥にある消化台というね、その脳の器官があるんですけれども、私たちは目、耳、舌、そして鼻、そして皮膚といったね、この五感では感じ取れない情報を第六感と呼ばれるこの直感とか霊感などでキャッチしていると言われております。直感の鋭い人は前髪をこう全開に上げていたりですとかね、額に前髪がかからないように髪の毛をしっかり縛ってすっきりしていたりするもんでございます。神様に愛されていらっしゃる女性っていうのは、前髪を下ろさずに額の中心を開ける人が多い傾向にございます。そんな額は艶やかであることもこれ大事なポイントですからね。ストレスから肌荒れを起こしたりしないように生活習慣を整えて健やかな肌を保ちましょうね。神様に愛される女性の顔の特徴11選、2つ目は艶のある肌。肌の艶は内側から湧いてくるこのポジティブなエネルギーを映し出しております。加えて透明感のある肌っていうのは、健康状態がいいことと良い生活リズムで過ごせていることを表しております。日頃の良い習慣から作られたこのツヤ肌っていうのは、その人全体がこう発光しているような輝き、オーラを放っていたりするもんでございます。肌がツヤツヤしていることでね、この見た目も明るくなりますし、人に良い印象を持ってもらえることでね、その人の運気は上がってまいります。神様に愛される女性の顔の特徴11選、3つ目、健康的な頬。これは頬骨というよりもね、いわゆるほっぺの方でございます。ほっぺがね、こう適度に肉付きが良くてね、パーンとこう張って見える人っていうのは、何に対してもモチベーションが高くて物事に取り組まれる人である可能性が高いんです。ふっくらした頬っていうのはこう生命力に満ち溢れた印象を周囲に与えますので、周りにいらっしゃる人も元気になったりですとか、金運や人間関係の運気も高まってまいります。皆様ちょっとね、おたふくをイメージしてみてくださいませね。ふっくらしたね、まさに健康的で理想的な頬をされておりますよね。実はあのおたふくさんね、日本神話に登場する天照大神が天の岩戸にお隠れになった際にね、岩戸の前で踊りを披露して神々を大いに盛り上げた女性の神様、雨のうずめの御事がモデルになっているんですよ。岩戸の外で何やら楽しそうな雰囲気で盛り上がっているのが気になってね、岩戸からそっと顔を出された天照大神を常時導き出された、日本美人の原型であり、開運祥福、五穀豊穣、夫婦円満などのね、そういった象徴の女神とされる雨のうずめの御事。一説によりますとね、この時の踊りがどうも世界初のストリップだったとも言われているそうでございます。まあ、いずれにいたしましてもね、あのふくよかで温かな笑顔のおたふくさんを見てネガティブな気持ちになったりとか、あるいは気分が悪いから近づかないでおこうという人はね、おられないですよね。このようにね、見る者の心を和ませて安心感を与える張りのある頬っていうのは、とても良い人徳を備えておられる証拠であり、神様に愛されている人の特徴といえます。性格的には何事にも一生懸命で途中で諦めずにね、最後までしっかり取り組むような忍耐力の強さを持ち合わせている人の人相でございます。諦めない意識が自分で運を切り開いてまいります。そんな強さを持ち合わせていらっしゃる人のお顔でございます。女性の方はこれメイクの時などにね、このチークを使って健康的な頬を見せるお化粧もできると思いますし、それだけでね、こう人に与える印象もガラリと変わるはずでございます。まさに開運メイクになりますので、ぜひね、試してみてくださいませね。神様に愛される女性の顔の特徴11選、4つ目、福耳とほくろ。福耳というのは耳たぶが大きくて柔らかくて、そして長い耳のことを言います。そしてそんな福耳というね、ふっくらとした耳たぶを持つ女性は神様に愛され、金運や健康運に恵まれているとされております。
もともと福耳っていうのは金運や商売繁盛を司る飼育人の恵比寿店、大黒天、布袋さんなどに見られる特徴でございます。あの方々の由来からね、この福耳は特に金運が強い人に見られる傾向にあって、成功や繁栄を象徴すると言われてまいりました。でもだからといって生まれつき福耳であればね、何もしなくても成功するわけじゃもちろんございません。私たちの耳っていうのはこれ親から受け継いだ遺伝子通りの形をしております。ところが人の話をよく聞こうという意識が自分の中にふわっと湧いてきますとね、耳たぶが発達する人もおられるんだそうでございます。人の話を聞くというのは時間をかけてただ聞いているという意味ではなくて、人の話をしっかり自分の中に取り入れようとね、意欲的に相手の話に耳を傾けるということでございます。逆に人の話を取り入れる気はないと思っていらっしゃる人っていうのは耳たぶがだんだん縮んでいくそうでございますよ。福耳の人は成功すると言われているのはね、人の話をよく聞くから耳たぶが発達する、そして役に立つものや面白そうなものをしっかり自分の中に取り入れられて実践していくからこそね、物事を成功に導きやすいということになるんじゃないでしょうかね。人から何かを学ぼうとするその気持ちを持ってさえいれば自然と福耳になっていくようでございますよ。まあこれどうなんでしょうかね。そこのとこ行くとね、私はまだまだなんですけれどもね、あなたの耳はね、これいかがでしょうかね。福耳だったらこれ最高ですよね。もし福耳と真逆の耳でね、耳たぶが小さいという人にはね、実は裏技がございます。耳たぶの裏にほくろがある人っていうのは強運を持つとも言われておりますので、それにあやかってね、耳たぶの裏にポツンとほくろのような点を自分で書き入れるだけでもこれ OK なんだそうですよ。朝のメイクの時にでもね、耳たぶの裏にもちゃんとね、トンとこのほくろを描いて試してみられたらよろしいかと思います。結果ね、ぜひね、コメント欄で教えてくださいませね。神様に愛されている女性の顔の特徴11選、5つ目、エクボ。エクボがある人っていうのは生まれる前、神様がその子をね、こう可愛く思うあまりにほっぺたをこうつついたという言い伝えがあったりですとか、あるいはこのエクボっていうのは純粋で美しい魂に天使がポチンとつけた印という伝承があったりですとかね、他にもエクボにはね、この財運がたまる入り口なんて言われることもございます。人相学でもエクボがある人っていうのは対人運がいいと言われておりましてね、実際この人当たりが良くて優しい人に多く見られるようでございます。またエクボがありそうな位置にね、エクボの代わりにほくろがある人っていうのも運気が強いと言われております。主に人から助けてもらえる運気の流れが強いので人に好かれる人が多いでしょう。実際エクボがありますとね、愛らしくて実年齢よりも若い印象を受けますよね。エクボもメイクの時に上手につけてね、ポチンとつけて可愛らしく見せてくださいませね。神様に愛されている女性の顔の特徴11選6つ目は法令線。皆様がね、これ一番気になる線じゃないかなとは思うんですけれども、この法令線。でも実はね、金運的にはとてもいい手話なんですよ。法令線ができるのはおしゃべり好きで表情豊かで笑顔が多い証拠でございます。特にこの口元をファーッと囲むようなほうれい線っていうのは神様に愛されている、そして運に恵まれる幸運のシワでございます。仕事ができて社会的に成功する人に入りやすい開運線と言われております。ただし同じこのほうれい線でもね、鼻の脇からもう口角にかけてね、シュッとね、直線的にこう入る線っていうのはある意味加齢による線でございますので、それよりもね、口元をファーッと囲むようなね、こう入る線がこう吉でございます。いつも笑顔の人はちゃんと口元を囲むようなこのほうれい線が入るようになります。シワの入り方一つで運気が上がったりいたしますので、自分のほうれい線はね、神様に愛されているのか否かというのをね、ぜひね、こう鏡でチェックしてみてくださいませね。そして笑顔を心がけられることでね、このシワの入り方はザーッと変わってまいります。運気も上がりますので、素敵な笑顔を振りまけるように意識なさってみてくださいませね。神様に愛されている女性の顔の特徴11選7つ目は二重顎。顎の形一つでその人のイメージがガラリと変わるもんでございます。丸みを帯びた顎、鋭く尖った顎とかね、あるいは角張った顎、人によってね、もう様々個性が出る顎の形を見ればその人が持っている運の強みがわかると言われております。そしてそれぞれの良さ、あるいはね、この神様に愛されている強みのポイントを持っていたりもいたします。まずはこの丸みを帯びた顎の持ち主っていうのは人間関係運が良いと言われております。顎が丸いタイプの人は人間的な度量が大きくて円満な性格をしている傾向にございます。周囲から慕われて楽しい人生を送ることはできるでしょう。ふっくら肉付きの良い丸い顎の人はおおらかでね、誰とでも話を合わせられて物怖じされません。
交際範囲が広い社交家タイプと言えます。人と助け合いながら物事を行うことでね、あなたの良さが発揮されることも多いでしょう。このタイプの人がね、一匹狼的な生き方をしておりますとね、もうその運を台無しにしてしまいますので、これ要注意でございます。次に、角張った顎の持ち主は仕事運に恵まれます。このタイプの人っていうのは忍耐強くて努力家で頑張り屋さんでございます。自尊心が強くて負けず嫌いでございますので、思い定めた道をね、これまっすぐに邁進し、結果を出す力を備えておられる傾向にございます。ただ非常に頑固なところもございますので、時に周囲の人から疎まれてね、それが故に挫折を受け身に遭うこともね、なきにしもあらずでしょう。できるだけ寛容な心を意識なさってね、円満な環境を作っていただければね、人柄の人物になれる可能性大だと思いますよ。ご自分の得意な分野を突き詰めていかれて勉強なされば、専門家として極めていかれるそうでもあると言われております。ぜひね、頑張っていただきたいと思います。お次は尖った顎の方でございます。このタイプの人は芸術運に恵まれております。尖った顎と申しますのは、顎の先端がこうほっそりということですよね。このタイプの人は鋭い感性と個性的な視点を備えておられましてね、美的センスに恵まれておられますので、美術や芸術方面で才能を発揮できるものと思います。性格的にこの気分の中の浮き沈みが激しいところもございますので、感情コントロールを上手になさっていただければね、デザイナーさんとか、あるいは画商にキュレーターなどね、まあ、そういったあの美術芸術の世界で力を発揮なさるね、そういった可能性を秘めておられることでしょう。そして最後にご紹介させていただくのは二重顎です。二重顎につきましては、先ほども少し触れましたけれどもね、この二重顎、毛嫌いなさる方も少なくないんですよね。でも実は素晴らしい金運の持ち主でもあるんですよね。ただ二重顎と一口に言いましても、大きく分けて2パターンございます。一つ、太った人の二重顎、そしてもう一パターンは痩せている人の二重顎でございます。まあ、これね、どちらも一長一短ある二重顎と言えるんですけれども、まず太った方の二重顎のタイプの方は、お金で苦労することはないと言われております。ただね、これ太った二重顎と一口に言いましてもね、その性格は大きく、これまた2つに分かれます。金運に恵まれるタイプの二重顎は、張りのあるお肉が二重になっている顎の持ち主さんでございます。逆にお肉はダブついてたるんでいるようにね、これもったり二重顎の場合は運気を真逆で、性格的にはお金の管理が甘くて、財運をこう築く力に欠ける傾向にあるとも言われておりますので、そういう二重顎の持ち主の方はこれ要注意でございます。では痩せている方の二重顎の場合はどうなのかと申しますと、とっつきにくい傾向にある性格なんですけれども、秘めた情熱の持ち主でもございます。ささやかな生活ながらもね、家庭を大切にする晩年安泰型の人と言えます。神様に愛される女性の顔の特徴11選8つ目は、歯が黄ばんでいたりとか、あるいは欠ける。歯が根元から抜けた場合っていうのは、これスピリチュアル的にはね、人生に転機が訪れていることを暗示するサインとされております。特に右側の歯であればね、運気が上昇する前兆サインですので、新しいことにチャレンジなさったら、しっかりこのね、運もね、後押しして、うまくことをね、運べることを伝えてくださっている、そういったサインなのかもしれません。なのでね、これご興味のあることをね、新たに始めてみられるのもこれよろしいでしょう。これが逆に左側の歯であれば、運気の低下を表す警告サインの可能性がございます。食生活を見直されて、バランスの良い食事をとるように心がけましょうね。体調不良に気をつけて、運気の低下も妨げるようにね、しっかり意識しておきましょうね。神様に愛されている女性の顔の特徴11選9つ目は、顔のシミや体のシミ。しっかりとね、この毎日ケアしていたとしましてもね、加齢とともにこの顔にシミが出てきたりするもんでございます。実際にこのシミが出てきて、それが大きく成長し始めたらね、これとっても憂鬱な気持ちになりますよね。まずシミができる要因の一つに、ストレスが考えられております。シミができるのは、これ物理的にはね、皮膚のメラニン色素が過剰に作られて沈着することによって浮き出てくるもんなんですけれども、その大きな原因の一つがストレスなんです。学術的には、精神的に強いストレスを抱えていらっしゃる人っていうのは、ストレスがない人に比べてね、シミの面積がなんと3倍にも広がるそうでございます。そうしたストレスが原因でできるシミっていうのは、顔の中でも特に額に多いんだそうでございます。とはいえ、目の周りとかね、あるいはほっぺなどに目立つシミが出現してきた時っていうのは、ストレスを抱えているのかもしれないなーってね、近年こうシワがだんだん増えてきたなーと感じられておられる方はね、まずは自分がストレスを溜め込んでいないかどうかをね、ちゃんとチェックなさってみてくださいませね。そしてもしストレスを溜め込んでいるようでしたら、自分時間をちゃんと確保なさって、上手にストレスコントロールなさってみてください。
体にシミが出てくるのもこれやはりストレスが原因でね、増えることが分かっているようでございます。ストレスを抱え込むことで活性酸素が増えます。そしてメラノサイトが刺激されてメラニンが過剰に生成されることによってシミができやすくなってしまいます。また女性は男性に比べてホルモンバランスを崩しやすい性質をお持ちでございますので、ストレスを抱えることでね、ホルモンバランスが崩れターンオーバーが正常に行われなくなったりいたします。そうしてメラニンの排出がうまくいきませんので、それがシミの原因になると考えられております。風邪は万病のもとなんてことを言いますけれども、ストレスは精神的病のもとでございます。特に人から見えるこの顔にシミができるっていうのは、神様が心配なさっていらっしゃる証拠なのかもしれませんよ。精神的にね、この気持ちを少し緩めてみましょうというサインだと受け止められてね、不安定な気持ちを立て直すことを優先してみてくださいね。神様に愛されている女性の顔の特徴11選10個目は、くすみ、そぼかす。シミについて気になるお顔の不調は、くすみやそばかすではないでしょうかね。お顔の中でお肌のトラブルが出やすい場所っていうのは、実はですね、その人にとって一番魅力的なパーツになるというふうに言われております。くすみやそばかすは、その人自身の心を表します。目元がくすんでいらっしゃる人は、嫌な現実ばかりにフォーカスしておられてね、視野が狭まっている証拠でございます。鼻や頬にそばかすがある方っていうのは、本音を隠して自分を大切にできていない人なのかもしれませんよ。顔の中で肌トラブルができる箇所っていうのは、本当はその人にとって一番魅力的で大切なパーツでございます。それを神様が教えてくださっていらっしゃるのかもしれません。あなたにとってそこが一番魅力的なパーツなんですよーつってね。だからこそしっかりと磨くべき場所でもあると言えるでしょう。神様に愛されている女性の顔の特徴11選11個目は、髪が薄くなってくる。最近抜け毛が気になるなぁ、髪がだんだん薄くなってきたなんてね、日々戦々恐々としていらっしゃる人もおられませんか。朝目覚めますとね、抜け毛が気になるってことありますよね。実はこの抜け毛が気になりだしたらね、何かしらのこのサインがね、届けられているのかもしれません。一般的に抜け毛の原因っていうのは、やっぱりストレスからの食生活の乱れ、睡眠不足、運動不足の3点セットが挙げられております。加えて喫煙や飲酒なども抜け毛の原因になるとも言われております。医学的にはストレスからの抜け毛という法則なんですけれども、これが神様からのサインだと考えた場合、今抱えていらっしゃるそのストレスの原因を見直されて次のステージに上がるタイミングが届いているサインでもあると思っています。決してね、これネガティブなことばかりじゃなくてね、前向きポジティブに大きくステージアップするタイミングとか、あるいは進化する時期を迎えているサインとしてね、この抜け毛の量が増えることがあるとも考えられております。抜け毛が気になりだしたら、神様に応援されている証かもしれませんよ。そう思えばね、抜け毛も愛おしく思えるかもしれませんしね。ということでまとめ、神様に愛されている女性の顔の特徴11選1つ目は、広い額。2つ目、ツヤのある肌。3つ目、健康的な頬。4つ目、福耳とほくろ。5つ目、エクボ。6つ目、ほうれい線。7つ目、二重顎。8つ目、歯が黄ばんだり欠ける。9つ目、顔のシミや体のシミ。10個目、くすみ、そぼかす。11個目、髪が薄くなってくる。以上11個、神様に愛されている女性の顔に現れる、そんな特徴についてご紹介させていただきました。どんなにスキンケアに力を入れておりましてもね、年齢とともに大なり小なり、これエイジングサインが現れるもんでございます。いわゆる年齢肌というやつですよね。ここでも取り上げましたね、シミとかシワが発生したりとか、キメがこう乱れたり、くすみやたるみ、あるいは乾燥や毛穴の開きといったお悩みもね、この年齢肌の特徴として挙げられます。ただ意味のない現象っていうのは、私たちの人生にはね、起きないと思っております。すべてに意味がございます。その中には神様からの吉兆サイン、あるいは警告サインも含まれておりますので、そこは意識しておかれた方がでよろしいかと思います。また同じ年齢の人でもね、年を重ねるごとに美しく輝いていかれる人もおられますよね。これは木の年輪ところ同じでね、私たちは1年1年年を重ねるごとに精神年輪が一つずつ足されていくもんでございます。木々は年輪を一つずつこう重ねながらね、この幹が強靭になってまいりますよね。私たちも年々この精神年輪が増えれば増えるほど、人間としての重み、あるいは深みがね、増していくのがこれ本当だろうと思います。そんな精神年輪を重ねながら、少しずつ神様に近づいていくといったイメージをね、持つこともこれ大切だと思いますよ。この人生の一生で、私たちはどこまで神様の領域に近づけるのか、一生涯のチャレンジとしてね、お互い精進してまいりたいもんですよね。
神様に仕えていらっしゃる人っていうのは神様の領域に引っ張り上げられてね、しっかり導かれるもんと思いますけれども、逆に神様に嫌われてしまえば魂レベルを下げて神様の領域から遠ざかってしまうことになるものと思います。とはいえ神様に好かれるためにね、いらぬ下心などいりません。全ては神様はこれはお見通しでございましょうから、普通にねこう自分のやるべきことをしっかり行っておれば、これ問題なくねしっかり導いていかれるものだと思っております。ただし注意しておかなければいけないことがございます。それは神様に嫌われないようにしなきゃいけないということでございます。実は神様に嫌われてしまう3つの感情が挙げられております。この3つの感情とは一体何か。それは復讐心と嫌悪や憎悪の念、そして自己顕示欲のこの3つの感情でございます。この3つの感情を持ち続けないようにね、私たちは気をつけておかなければなりません。私たちにはこう我欲もあるしね、まだまだ未熟な存在でございますので、時に復讐心を抱くこともあるかもしれません。憎悪の念を燃やし続けることがあるかもしれません。そしていいかっこしいでね、この自己顕示欲を高め続けていってしまうかもしれません。でも意識しておれば、こうした感情に気づきやすいですし、気づいた時にはすぐにその執着心を手放すのはこれ問題ないと思います。持ち続ける執着心が神様から見放されてしまう原因になると言えるでしょう。仮にですね、これ神様から見放されてしまったとすれば、自分自身で気がつけると思いますよ。それは何をやってもうまくいかなかったり、もっと言えばね、そんな立ち回りをしなきゃいけないなんてことはしばしば起こるからでございます。3つのいらぬ感情を持つと損をするように人生はできているもんなんです。特に自己顕示欲というのはね、あなたはすごいね、素晴らしいねなんて言われて称賛を浴びれば浴びるほどね、どんどんこの花が伸びきってしまってね、もうこの花がパキーンってへし折られることはございます。どんどん欲が膨らんで大きくなっていきますので、みんなから褒めてもらえるのが当たり前の感覚になって陥ってしまってね、逆に褒めてくれないような人には嫌悪や憎悪念を抱いたりとかね、今に見とれとばかりに復讐心に火がついたりですとか、ネガティブなエネルギーが飛び火して周りが見えなくなったが、最後後半生は大きな十字架を背負って生きていくことになってしまいます。自信を持つことはこれ悪いことではないし、大切なことではございます。勘違いしてしまわれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、自信を持つことと自己顕示欲を育てるのとではこれ全く意味合いが違ってまいります。自己顕示欲というのは、ただ単に自分の存在を周囲にアピールしたいという欲求でございます。実際アピールしてみんなから注目を集めたところでね、何をしたいわけでもない人だったとすれば、本当に最悪の極みと言っても過言ではないでしょう。厳密に言えばね、これ承認欲求と自己顕示欲もこれ意味が違います。ちなみに承認欲求と申しますのは、自分が所属している集団の中で自分の功績や頑張りを高く評価されたい、能力を認められたいという欲求のことを指します。まあなんとなくね、これ同じようなものかななんてね思いがちなんですけれども、厳密に言えば似て非なる欲求でございます。だからといってね、この承認欲求も強すぎるとね、当然いいことはございません。さあ、そんな自己顕示欲が神様から嫌われるこう感情になります。この自己顕示欲が大きくなりすぎますとね、自分はこんなにすごい人間なんだなんて自慢話をするようになって、いつしか自分を見失って布彫り屋さんになり下がっていってしまいます。これじゃあね、もったいないですよね。本当にすごい実力の持ち主だったとしましてもね、その人の口から出る言葉が自分がどれほどすごい人間なのか、ああ俺とお前らは違うぞ、みんなとは違うぞなんていうね、それは自己顕示欲、そして自分はこんなにすごいのに自分の実力を誰も正当に評価してくれないのは許せないとばかりにね、嫌悪感や憎悪の念を燃やし続ける、いつしか見返してやる、今に見ておれなんて復讐心を抱いている人から放たれるオーラっていうのは、邪悪の念がこれ強すぎてね、トゲトゲしくて誰も近づこうと思われなくなると思います。誰もそんな人の話を聞きたいと思わないで避けるようになるから、結果孤独になってまいります。そもそもですね、これ何かことを成し遂げるには自分一人の力でできることなんてこれたかが知れてると思います。やっぱり周りの人の協力、そして支えなくして何か一つのことに没頭することもできなければ、一つのことにしっかりこう集中して取り組むこともできないものと思います。わからないことは誰かに教えてもらわなければ、これニッチもサッチもいかなくなりますよね。そうしたこれまでのご恩ある人たちに感謝の気持ちゼロで、誰がその人のことを信頼信用してね、でその人についていこうなんてね思うでしょうかね。誰もその人のことをサポートしたりとかね、認めようなんて気持ちにならないだろうと思いますよ。
人が何かを成し遂げる時には、そこには天の運、地の利、そして人の支援というこの3つのことがあることを、ね、忘れちゃいけません。自分が努力して頑張った、それはもちろんそうなんです。だから成功したんじゃないんです。自分が努力して頑張ったから成功したんだ、成功したのは自分のおかげ、当たり前だというこの慢心を抱いた人っていうのは、その後の人生は綺麗に弧を描いて転落人生の道を歩まれることと思います。だとしても、実はね、神様という尊いご存在はそんな人をも本当は見放したわけでは実はないんですよね。転落人生を歩む中、どっかで気づいてほしい、どうにか目を覚まして感謝の気持ちに気づいてほしいと願いながらね、いろんな課題をこう貸してくださっているもんだと思います。何人たりとも見放すことのない神様、仏様の慈愛の気持ちに応えられるようなね、そんな誠実さと明るい心で私たちは日々過ごしてまいりましょうね。そうすれば自然と素敵なこの顔立ちになっていかれるものと思いますよ。はい、ということで今回の話は参考になったようで、またそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また今回の動画のご感想、気がつかれたことなどなどね、コメント欄のメッセージを皆様お待ち申し上げておりますよ。はい、それでは本日もこちら手の上の響きを持ちまして、皆様とお別れさせていただきたいと思います。では参りましょう。はい、それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かっちゃん住職でした。